やったぜ、ともよさん。僕にもとっと、昨日彼女ができたので、昨日までともよさんの他は別にどうでもよかったような感じでさ、何か嬉しいような寂しいような、けどいつまでも応援するよ。ごめんなさいね、なんか今日は笑ってしまったりするんです。はい、そうですか、中学3年生の昨日まで、はい、ともよさんの他は別にどうでもよかったっていうのはね、それは、はい、すごく嬉しいですけど、新しい彼女ができてよかったなって私は思います。はい、今ちょうどきっと受験生だから、そういうね、なんて言うんだろう、こう頑張りができたんじゃないかしら。はい、励まし合いながら、はい、受験頑張ってほしいなと思います。お便りどうもありがとう、原田智代ごめんなさい、原田智代、ホッサンアイランド、あ、ごめんなさい。本当にすみませんね、なんかいきなりヘラヘラしてながら入ってしまったんですけどね。はい、男の子と女の子が仲良くなるっていうことは本当に、いいことだなと思います。ってわけわかんない。はい、で仲が良くなるきっかけっていうのはなんか偶然っていうこともありますけれどもね、急に相手のことがね、それまで友達だったのが急になんか気になりだして、いきなり友達から恋人に変わったりすることもあるですからね。だから結構周りの男の子もどんな人がいるかなって、ね、よく見てみるっていうのも大切かなっていう気もしますね。はい、でも私の場合はね、友達から恋人に変わったことはないですね、残念ながら。はい、でもそういう出会いもなかなかいいですよ。はい、きっと友達の話を聞くとそういう子がいるんです。はい、原田智代、星空アイランド、今夜はそうですね、元気に出たいなと思います。原田智代、コンセプト。北北東の風、あなたに、曇りのち雨、そんな
なこと言わないで。ところにより晴れ間も覗くでしょう。ねえ、愛してるって言って。みなかみ陽子、小池真理子、小林あさみ、原井元子、林真理子、森陽子らの愛の一冊を集めて。テーマは愛。角川文庫、愛の女流フェア実施中。さて、あなたの思い出の扉を開ける懐かしの一曲メモリー&メロディーのコーナー、今夜も、早速ご紹介したいと思います。福岡県、北九州市のペンネーム原田智也パート2さんから、はい、18歳の方からですね。はい、私には中2の頃からずっと思ってる、とってもとっても思ってる人がいます。長い長い片思いです。今年は、受験生の彼ですが、見事希望の大学に合格すれば信州へ行ってしまいます。合格してほしいような、してほしくないような、複雑な気持ち。お互い高校は違ったけど、中学の時は席がいつも割と近くで、小顔が素敵だと思ったことを思い出します。その頃私が大好きだった曲がシカゴの素直になれなくてなんです。なんとなくこの曲を聴くとあの頃に戻った気分になります。はい、どうもありがとうございました。中学2年生の時からずっと思ってるってことはもう5年間ですか。思い続けてることになりますね。そっか、その間付き合ったりした人とかいないみたいですね、クレムと。そうですか。私はそこまで長く片思いってやったことないですけどね。その間、打ち明けるきっかけっていうのがなかったみたいですね、これを読んだ限りだと。で、思いを打ち明けたりってするのってすごく難しいですもんね。勇気のすっごくいることだし、だから例えばある程度なんか自分でなんとなく感じで、あ、この人ダメだなってか、きっと彼女いるなと思ったらこう抑えちゃうだろうし、彼女もいないみたいだし、結構こっちのこと思ってるかなと思ったら結構言えたりとか、だからなんか私とかはね、結構そういう風に見ちゃったりしますね。ストレートにパッていけなかったりするんでね、きっとね、自分が可愛いっていうか、だからあんまりこう当たってそこで砕けちゃうと立ち直れなくなるのは嫌だなと思うから、結構自分の気持ちを抑えたりとかするし、そういう感じですね。でもこの方の場合、もしね、その男の子が信州に行ってしまったら悲しいもんね。これは一度、まあね、これがいい